はい、皆さんこんにちは、ヤマ TV です。ちょっとね、今日は前回買ったね車のことを、お伝えしていきたいと思います。皆さんもねご存知の通り、僕はフィリピンで68万円の車を買いました。あ、この動画を見てなかった方は、あの前回のね動画を見ていただけたら、どんな車を僕が買ったか、あの分かると思います。この動画下のね概要欄にその URL を貼っておきます。もしよかったら見てください。今日のこの動画は字幕やサムネイルなどはつけません。なぜかというとですね、今は、まあ、字幕やサムネイル、コメント欄もですね、まあ、簡単にですね、あの翻訳できて読むことができてしまい、まあ、あまりね言い過ぎてしまってもね、その方たちからね逆恨みをされたりしても、まあ、僕にとってもね全くメリットがないからです。ですね、まあ、元々買った時からね、この青い車は問題ばかりの車でして、まあ傷、へこみは当たり前、そしてカーナビはもちろん使えず、音楽もかけることができません。まあ昨日のことなんですけどね、助手席側の天井の方からですね、なんか血痕のようなものをまあ見つけてしまいました。まあそれでも中古車だからね、仕方ないと思い運転していってたんですけど、まあ車のマフラーのネジがちゃんと止まってないのか、騒音もどんどんひどくなってきてですね、こうカタ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 みたいなやつがもうすごくひどくなってきたんですよ、最後の方で。さすがにこの車はやばいなと自分でも思い出して、まあもしかしたらもうなんか霊的なもの、呪いのようなものまでねついちゃってるんじゃないかと思ってしまって、なんか結構こうサーフィンができそうな海岸線まで行ってたんですけど、まあ途中で引き返してダバオの方に帰ってきて、そしてダスキちゃんの家に着き、その話をしたら、ダスキちゃんのね親戚全員がその車をすぐに戻しに行ってこいって、戻して金もらってこいって言ってくれて、まあ車を返却したんですよね。まあ簡単に言えばですね、昨日はいろいろありまして、サーフスポットまで行くのは断念しました。今日は前回買った車を返品してですね、まあ車、新しい車を探して新しい車を買って、まあそのね、まあ、説明をしていきたいと思います。前回僕がですね車を買ったのは、ダスキちゃんのまあ親戚の婚約者で中古車を販売されてる方です。ダスキちゃんにも言われたんですけどね、近隣住民や親戚などとはね絶対揉めるなと。まあ、なぜかというとですね、お金が絡んだりしたことでね揉めたりするとね、まあ親戚同士でね殺し合ったりしたり、なんかこうすごい険悪な雰囲気になれるみたいなんですよ。はい。だから今回のようにね、まあ、僕が悪くない場合でもですね、まあ、穏やかな口調でですね、喧嘩腰じゃないように喋ると、何回もね今朝その人のところにお話しに行くときに、まあ、前もって言われてました。まあこれはね、フィリピンで生きていく上だったら鉄則みたいですよね。その場の勢いでねこうカッとなってね怒っては復讐に来るらしいんですよ。たまにそのそういう揉め事の後にどっちかがこう完全に落ち着けなかった場合は、もうなんか、まあ僕今その、拳銃とかも持ってないんで、負けちゃうんですよね、多分。そういうね、こういうトラブルの話とかするときもなんですけど、こう、自分でね、自分が何を言ってるのかよく考えて、まあ喋ったり行動していかないとですね、まあ、後々なんか、トラブルになったりとかするんです、その、親戚間とか、こう、隣人間でね、こうトラブルになったりすると僕も嫌なので、まああの、まああの、ゆっくり。落ち着いて喋ってました今日は。はい、ですね、あと何でしたっけ。まあ結局お話もね、まあスムーズにいってですね、あの車を売ってくれた方もですね、そこまでまあ悪い人じゃなかったので、まあ普通にお話しして終わりましたね。まあちょっとね、まあ僕ももうちょっとなんか、なんていうんですかね、こう値段どうにかならなかったのかなっていうのはあるんですけど、まあもうそこはもう払ったままもう返してもらえないんで、まあ言う必要もないかなと思いまして言ってないです。そしてですね、あの青いポンコツはですね返却してお金も返ってきたので、そこにプラス16万ペソ、まあ日本円でですね35万8千円払って、まあ合計103万8千円でですね、まあ割と新しいね、こう2020年モデルの、まあ、中古車を買いました。三菱のミラージュっていう車ですね、セダンタイプの。そして今はですね、ダスキちゃんがこの車がですね、盗難車ではないか、何か犯罪に使われた車ではないかということを、まあフィリピンの LTO に問い合わせて調べてます。まあ LTO っていうのはですね、まあ日本でいうまあ免許センターみたいなところですね。そしてですね、まあたまたま YouTube を見ていたね、ダスキちゃんのお友達でね、LTO
まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、日本でいう免許センターみたいなところで勤務している方がですね、前回のね、僕の動画、青いポンコツのね、動画を見てですね、まあ、かなり心配になったみたいで、まあ、今回はアドバイスをかなりしてくれて、今は助けてもらってる状態です。皆さんもフィリピンで自動車を買うときは、自分で見て決める、もしくは新車を買うことをお勧めいたします。僕みたいにね、友達、知り合い、親戚を頼ってですね、まあ中古車を買ってしまったら、こういう僕みたいにドツボにね、入るケースもありますし、まあ旅に使える時間もね、そこで消費されていきますので、こういう車をやり替えてる相手とかにもね、旅に使える時間、お金っていうのは、まあ消費されていってます。まあ無駄にお金がかかります。こういうことしちゃうと。もしこれからね、フィリピンで車を購入しようと思っている方がいるとすればですね、気をつけてください。新車を買うことを僕は強くお勧めいたします。それではまた次の動画で。